きなりひでチャンネル。というわけで、今週も金曜日です。いきなりひでチャンネル。いつもご覧いただいてありがとうございます。はい。この間ちょっと言われたんですよね。なんて言うんでしょうか。フォロワーっていうんですか。ようやく7000超えたんですけども、どこをどこをポッチ用したらいいかよくわかんないって言われまして。私もそう言われるとよくわかんないんですけども、説明が出ると思いますんでね、そちらの方にまだ押してない方はぜひ押していただきたい。はい。それで、忘れないうちに今度の日曜日、生放送です。オールナイト日本月一、ビタースイートサンバに乗りまして、私がですね、2時間頑張ります。で、歌い文句なんかもね、いわゆる昭和42年の10月に、オールナイト日本がスタートしたあの時の歌い文句そのままをですね、言っておりますんで。まあ、何十年になるんでしょうかね。日本放送も70周年。で、私は11年目に入りましたんで、来年でですね、アナウンサー生活60年ということになるわけで、よくね、持ちました。本当に。でね、いろいろ川柳を見ておりましたらですね、ちょっとショックなのがありましてね、これ、生で、あるいはテレビでご覧になった方も多いと思うんですが、勝つのね、張本勲さん、ね、始球式で登場されましてね、で、しばらく私は見たことなかったんですけども、その始球式が、やっと、こうね、ホームの方へ向かって、ゴロになったんですけど、ゴロ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 って行くような、もう、張本さんじゃないみたいな、杖をつかれていましてね、ちょっと見ぬ間にね、随分年を取られたなという、5月の28日火曜日のね、巨人ソフトバンクの王貞治デーというのがあったんですけども、その時に始球式に登場してね、拍手は受けましたけども、ショックのが大きかったんですよ、私は。で、張本さんはね、に住んでらっしゃるんですよ。で、私お家知ってるんです。知ってるからどうだってことじゃないんですけども、で、そっからで、もう何年も経ちますけども、私も家から10分ぐらい行ったところがね、多摩川の河川敷なんですよね。で、そこでずっと第三京浜の方に向かって歩いていく。で、第三京浜で U ターンしてこう戻ってくる。そうするとね、よくね、張本さんが向こうから歩いてくる。あったんですよね。それで、こんにちはなんつって。もちろん私、東映フライヤーズの時から張本勲さん知ってますけども、向こうは全然覚えてないんですよ。全く覚えてません。だから、一ファンがね、声かけたんだろうって、愛想のない人でした。ね。で、こっちで勝手に思ってるだけなんですけども、3000本安打の張本さん。いやー、ショック受けましたね。本当に。うん、でもね、まあ、長嶋さんも、ああいうような状況になって、今でも頑張ってらっしゃるし、まあ、張本さんもですね、まだ83というのはですね、若いんですから。まだまだですから、時々マスコミに登場してですね、ずけずけと、切ってほしいと、そういうふうに思いますよね。はい。その張本さんに一番驚いちゃった。ねえ。それでね、もう一つはですね、こう結構たくさんいただいたんですけども、これは沼風さんですね。沼風さん。恩着せは丁寧にやる、あの首相。言うまでもなく、岸田文雄さんですね。岸田首相が恩着せがましく6月に減税3万円所得税それから住民税の1万円ですか合わせて4万それを減税するとだから増税メガネなんて言われてましたからいきなりメガネを掛け替えてね減税メガネにしたんですねこの減税メガネが似合わないまた全然うんでそんなにありがたがんなきゃいけないのかと給与明細をですねいちいちコンピューター組み直したりいろいろして書かなきゃいけない。法律で義務付けるなんて、随分ちんけなことを言いますよね。かえってマイナスになったんじゃないかという気がするんですけども。首相が読みました。明細で庶民に告げるありがたみ。明細なんて普段ほとんど見ませんよ、サラリーマンは。だけど6月は見るでしょうね。どうなってんのか。なんか、総理大臣がやるようなことでもないような気がするんですけどね。だったら10万円バーンと配るとか、
そういうふうなことをやった人がいますけども、そっちの方がよっぽどいいと思いますよ。ふるさと創生1億円なんて昔あって、竹下登さんがね、それぞれの自治体がですね、1億円どう使ってもいいって。いろんなことに使って意外なものも多かったんですけども、なんかね、ああいう方の心情というのはね、測りかねるところがあります。かと思えばこの川柳。ジロリアン。火事が起きても食べ続け。ジロリアン。わかります？歌舞伎町のラーメン二郎で火災発生。あ、そうですか。火が出た。映像を見ると結構煙が充満していたんですが、お客は食べ続けていましたね。ほう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 。店員も煙が出ている時は避難指示を出さず、火が出始めてから避難するよう指示したそうです。とにかく怪我人が出なくてよかったです。いやいや、この写真見るとね、確かに相当煙が充満してるんですけど、カウンターでみんな、よっぽどラーメンがうまいですかね、ラーメン二郎。よくわかりませんが。という私もですね、実はね、もう何年も前ですけど、赤っ端書いたことがあるんですよ。六本木でね、パチンコやってました。パチンコね。その時よくやさんじゃパチンコをね。そしたらね、37が並んだんですよ。格円に入っちゃう。格円に。もうね、出る。ドル箱？あれにもう玉がいっぱいで、いくつも積み上げて、ね。で、まだ出るんで買ってやってたらね、肩叩かれた。ヘッド見たらね、店員。ね。お客さん、避難しないんですかって言うんです私に。え？どうしたの？って言ったら、火事なんですけど。それで、パチンコ屋までは火事、火がボーボーじゃなかったんですけど、周り見たらね、誰もいないんですよ、もう。本当に。で、私だけ夢中でやってる。私、そういうところあるんですよ。聖徳太子は七人のね、話を同時に聞けたなんていうね、嘘とか本当とか分かんない話ありますけど、私はなんか一つのことにこう、ひょっと気持ちが入るとね、後のことはほとんど目に入らないようなことよくあるんですよね。単細胞なんです。で、それで、えって言うんで、じゃあこれどうすんのこの玉っつったら、お預かりしておきますって言うんですよ。あ、そうって。じゃあ預かっといてっつって、それで何か書き置きみたいなのをしてくれてね、それもらって、私も名刺を差し上げて、ね、じゃあ明日来るからって。で、外出たら、消防車がね、何台かはいるんですよ。で、テレビ局がね、ガーッと来てて、で、私の知ってる奴がね、マイク持って、ああとか、あれは驚きましたね。さすがに顔は隠さなかったけど、断りました。ダメ。で、そういうのね、何回かありますよ。マイク向けられて。で、大体言うのはね、あ、すいません、同業ですから勘弁してくださいって言うとね、もうさっと去る。ね。今度出ちゃおうかな。顔は知られてないですからね。だけどなんかね、こいつなんか文句言いそうだなって顔してるらしいんですよ。だから玉川が氾濫した時もマイク向けられたし。ね。それからよく銀座でアンケートなんかやってるんですよね。このことについてどう思うかとか。それから新橋と駅前なんて記者の前とかね。あそこでうっすらぼんやり人を待ってるとね、マイク向けられたいね。数えてみればそうだな。5、6回はありますよ。それで、そうそう、パチンコ屋さんね、そういうことになりました。じゃあ、これが今週最後の川柳になります。おなじみの昼の街関連さん。キツツキも富士山見たいと穴を開け。うまいですね、これね。富士のね、山を取るローソンがあって、で、そのローソンの上にこう、富士山がこう見えるっていうんで、その、まあ、配置が面白いっていうのかな。写真を撮るっていうのが流行って、いっぱい人が来てね、外国人も多かったっていうんですが、道路を渡ったりしてね、交通のね、ことでは非常に危ない。というんで、富士山が見えないように幕張っちゃった。ローソン越しの富士山を撮影する外国人観光客を防ぐために設置した黒幕に、穴が数箇所開けられている。おそらく富士山見たさに外国から来たキスズキが、いや、やったんでしょうと。黒い幕にこう、穴を開けて、そこにこう、カメラをこうね、レンズをね、出して、富士山を撮るみたいな、なってるんですよ。直径1センチほど穴、10箇所ほど開けられているという、無べなるかなというふうに思いますね。うん。
あんまり綺麗なもんじゃないですもんね、あれね。あの黒幕もね。うん。さあ、ということで今週もですね、楽しい川柳、はい、たくさん頂戴してありがとうございました。で、今週のですね、よかったでしょうは、この方に差し上げます。よござんすか。疑惑対決都知事選。怪しげな狐と狸の都知事選。この川柳を読んでくださった沼風さんに差し上げるのは、メンズマカです。マカ、マムシ、エゾウコギ、スポンなど、古来より滋養強壮に効果があると言われている成分10種類を飲みやすいように一つのカプセルにまとめたこのサプリメント。特に多年草のナルコユリは王星とも呼ばれ、滋養強壮作用のある生薬として漢方薬に用いられております。なんだか最近疲れやすい気がする。年を取ったなぁと感じる方におすすめです。ということで、株式会社野口医学研究所のメンズマカ、沼風さんにプレゼントいたします。来週も川柳の力作お待ちしております。それから、森羅万象、神社仏閣、世の中に起きる全てのことについて、これ気になるなっていうのがありましたら、お褒めでもイチャモンでも何でも結構、こちらでお待ちしております。じゃあ来週もよろしくお願いします。今週はどうもありがとうございました。ではでは、また来週。どうも。